どうも、南海です。今日は JR 海浜駅におります。今回は、開業した、青果本線に乗車します。実は、青果本線として、動画に出すのは初ですが、タバまではすでに公開してるんですよね。その区間の変化も、お楽しみいただければと思います。青果駅の列車で出発です。今回は丹波から青果まで延伸開業して、JR 丹波線の名称は、海浜から丹波までの区間で、青果本線は全線を通した正式名称となりました。最初の途中駅、東海浜駅に到着。今回の延伸に伴ったダイヤ改正で、新たに交換設備が設けられました。この路線は非電化で、将来的に機動車特急を走らせる計画があるそうです。丹波信号場を通過。間もなく丹波に到着です。丹波駅は延伸に伴って大きくリニューアルしました。しっかりと駅名標もあります。かつて防線駅でしたが、2面3線になりました。こちらが旧ホーム。反対側のホームです。このホームには、海浜駅が発着します。こちらにも線路がありますが、まだ使われていません。一度改札の外に出ます。看板には英字表記と青果本線、青果方面の文字が。それでは、ついに延伸区間に乗車します。トンネルを抜けると、市街地から抜けます。延伸区間最初の途中駅、東丹波駅に到着。建物は近くにあるので、利用者はいそうですね。ここからしばらく南下します。新駅2つ目、丹波天然樹洞前に到着。駅名の通り、樹洞があります。今回の路線はローカル線をイメージして作りました。節電ということもあって、北海道の路線に似ています。
この区間は、延伸区間では唯一の、高架区間になっています。中島に到着。中島の北にあることが由来になっています。ここからはトンネルが続きます。立派な鉄橋ですね。錦駅に到着。この駅は交換設備があります。駅周辺は開発計画があるそうです。新羅駅に到着。新羅村の駅になっています。建物もいくつか近くにあります。この駅は一年一線ですが、交換設備が設けられる予定です。いよいよラストスパートです。この路線は駅間長めです。いずれ駅が増えるかもしれませんね。
聖火の市街地が見えてきました。終点、聖火駅に到着。駅は2面3線で、うち2線が使われています。駅舎はこんな感じ。聖火市は建物がかなり多いです。これからの発展にも期待ですね。新路線いかがでしたか？ゴールデンウィークはもう一本、動画が上がる予定なのでお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。